今日のトピックは Keep you posted.Posted.Posted.Posted.Yes.Posted.I'll k e e y u p o Posted keep you posted.Ed.We're の Posted, keep you posted. ED、ね、having a surprise birthday party.、ね、例えば友達のサプライズ、うん、birthday party をみんな友達同士でプランをしてるんだけれども まあ時間と日にちとまだその決まってないんだけれども友達同士で「I'll keep you posted」or「Keep me posted」on the details。詳しいことは「Keep me posted」<ー>。連絡取りながら「Keep you posted」「Keep you posted」「Keep me posted」on the details.Details っていうのはこ詳しい、細かいことは「うん、Keep me posted、うん」。「I'll keep you posted」。 まだいつかはわかんないし時間もわかんないけど、あとで連絡するよとかそんなん<ー>じ感じじゃないそんな感じでああえもうちょっと詳しいことはメールでみたいなそ,そんな感じかな <laughs>、まあ、<laughs> 日本語で言うと,とうその都度その都度っていう感じがあるんでね 何かが変わ、どんどん変わっちゃう、変わっていくじゃないもう時間なり、食べ物はこういうふうにするなり、そう、いろんな細かいことが変わっていくので、変わっていくたびに、また、I'll keep you posted. 経過報告っていうか。そう。例えばね、結構バンクーバー人は、ホッケーが好きで、まあ仕事残業で、テレビ見れない人は、例えば自分が家にいて、で、友達がオフィスで、あの、仕事をしてると、 じゃあ、can you keep me posted on the hockey score? 試合,試合経過を、うんうん、ずっとこうな、まま、何分ごとに報告して、うん、っていうような、<ー> keep me posted, okay? って。 ワーキングホリデーでこっちに来てる人たちはもう一年ぐらい日本からおいね、離れて、実家から離れて、うんまあ、友達の最近どうなってるっていうようなゴシップが<ー>わかんないじゃない浦島太郎になるとか言いますよね。<laughs> 浦島太郎になるとかって言いますよね。で、どんどんね、もういろんなことがあって変わってるし、だから友達に keep me posted on the gossip.、うん <laughs> 友達が結婚したり、友達が子供産んだりとか、そういうゴシップあるじゃないうん、うん、それを keep me posted。連絡してね、報告してねって、keep me posted。よく E メールで書く、英語で E メールやり取りしてるときに keep me posted on なんとかとか、<ー>最近の誰かの調子の報告とか。 教えてねとかそれは相手に対してその人の報告もしてっていう時も使えるうん使える使える「KeepMePosted」うん、keep me posted ねって、うん、元子今カナダにいるんだけど、うん、日本友達がカナダで毎日何があったか「KeepMePosted」っていう、うん、あなるほど「KeepMePosted keep keep」「KeepYouPosted」「I'llKeepYouPosted」は報告するよ、うん